平成30年台風第12号は2018年7月25日に発生した台風で極めて複雑な進路を取ったことが特徴である。進路図7月20日頃に中区近海で形成が始まった低圧部が24日3時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは22日12時に熱帯低気圧番号 15W を付番した。 熱帯低気圧は25日3時に、日本の南の北緯20度20分、統計136度35分で台風となり、アジア名、ジョンダリと命名された。台風は26日21時に、強い勢力に発達した後、27日午後に、小笠原諸島の東海上は北上、震度西寄りに変え28日午後には、伊豆諸島に接近した。台風はその後も、 東海道沖を精神し続け、29日午前1時ごろに、中心気圧970ヘクトパスカル、最大風速秒速35メートルの強い勢力のまま、三重県伊勢市付近に上陸した。上陸後も台風は、精神し、近畿、中国地方を通過した後、瀬戸内海に抜け、同日17時半ごろに、福岡、無前市付近に再上陸した。 台風は九州を南下し、薬島付近と東、シナ海で2度小さなループを描きながら精神し、8月3日頃に中国の上海付近に上陸し、同日21時に、下中の北伊32度、東経120度で熱帯低気圧に変わった。東から西、西から南へと進む異例のコースから逆走台風とも呼ばれた。過去には1999年に、 逆走ハリケーンがカリーブ海を襲ったこともある。事故解析では最低気圧は960ヘクトパスカルに上方修正され30日21時から31日9時までの期間が熱帯低気圧に格下げされた。台風12号は東側から日本列島に接近、上陸し本州を精神する珍しい経路で進んだ。その原因は 日本付近を覆っていた太平洋高気圧とチベット高気圧が朝鮮半島から北日本にかけて存在したことで台風は日本列島付近で高気圧に行く手を阻まれさらに北海道付近にあった寒冷渦が日本の南に移動してきたことで寒冷渦が作る半時計回りの風に乗って台風が移動したことが原因とされている交通24日21時に 北緯19.7度、統計136.7度で台風となった。三日くじに北緯30.6度、統計121.5度で熱帯低気圧に変わった。ありがとうございます。